こんにちは、はじめまして、茂木耕作と申します。今回この海洋地球環境研究船未来、とっておきの空と海というですね、写真集ですね、についてちょっと動画レビューをしたいと思います。写真と、文章はですね、柏木由紀さん、堀井正剛さん、内田裕志さんという海洋研究開発機構の、研究者の方なんですけど、先に僕も立場を明かしますと、僕も海洋研究開発機構の研究員で、柏野さん、堀さんは、知ってる人間です。なので、ある意味、そういう偏りはあると思いますが、特に何ていうか、だからっていうわけじゃ、同僚だからっていうわけじゃなくて、僕は素直に思ったことを、お伝えしたいなと思います。僕はですね、実際に柏野さんがですね、僕の研究の同僚だということで、認定していただいた分もあるんですけども、僕自身も人にプレゼントしたかったので、もう一冊 Amazon の方で注文しております。で、僕はですね、ただ単純に空と海の写真集綺麗だからっていうのでですね、買ったわけじゃなくて、この本のストーリーが本当に僕は研究者の、なんていうか、生き様と言いますか、そういうものを伝えてるなと思うんですよね。なんていうんですか、気象関係の本ですと結構綺麗な写真を集めた写真集っていうのは結構たくさんあるんですけど、なかなかその研究者の姿が見えてるものっていうのはなくて、で、実際この本っていうのは別に研究者自身が載ってるわけじゃないんですけど、あくまでですね、海洋地球研究船未来、こういう船なんですけど、この研究船で航海した北極、熱帯、いろんな海にですね、地球を何周もするほどの、航路をですね、ずっと、研究目的で回った時に、どんな風景があったかと。その研究の生の現場で、実際に見られたリアルな本当に、大気の躍動をしている場所であるとか、美しく輝いている場所を研究者自らが写真撮ってるんですね。だからプロの写真家と、僕は素人なので、すごく素晴らしい写真だなと思いますけど、プロの写真家の腕というわけではないと思う。ないのかもしれませんけども、やっぱ研究者のこの横にある言葉ですね、どういう研究者がどういう状況でこの写真を撮って、なぜそこに目を向けたのかっていうことがですね、非常にストーリーとして、この本全体のコンセプトとして入ってて、それは本当にそういう写真集っていうのは他に今まで絶対なかったと思うんですよね。なので僕はやっぱり同じ研究者としてっていう意味もありますけれども、やっぱりこういう本はユニークだなと素直に思います。で、こういう本が例えばどういう人が見たらと思ういうことをちょっと想像するとですね、例えば僕だったら、自分が小さい頃にこういう写真集を見てたら、科学者、研究者っていう人たちの生き様と、その人たちが見ている世界の素晴らしさというか、それをこう非常に想像できたんじゃないかなとか、もちろん大人が見てもより教養が深いですから、ストーリーが染み込んでくるでしょうし、研究のバックグラウンドみたいなものもですね、もちろん入ってますから、そういった部分でも楽しめるかもしれませんけど、こういう本当になかったなと思いますね、やっぱり。だから研究者がこういった何万キロも航路を旅していかないと見れないような現象とかですね、やっぱりそういうのが単純に写真が綺麗っていうだけじゃなくてあると思うんですよね。僕がやっぱり好きなのはこのグリーンフラッシュですね。太陽が沈んでいくときにですね、ある大気条件で、大気のプリズムの、条件がですね、整うと太陽がグリーンになる瞬間があるというですね、この写真が柏木由紀さんが捉えたやつなんですけど、これは本当に、本
当にこんな色があり得るんだと。太陽がですよ、オレンジじゃないですよ、赤でもオレンジでも黄色でもなくてグリーンになるという瞬間が本当にあるっていうことがですね、これは本当に驚くと思います。で、どういう場所で鹿島さん自身がどういう瞬間にこれを捉えたのかっていうストーリーもいいと思いますし、まあ、そんな感じでですね、僕としては、まあ、同じ研究者としてという意味もありますけれども、本当に子供に触れてほしいなというふうに思いますね。もちろん大人もですけど、研究者の世界、見ている世界、研究者でさえも本当に限られた人しか見れない世界ですよね。世界一の観測船、研究船未来という、まあ、大き本当に非常に大きな船ですけど、まあ、その船でしか行けないような場所たくさんあるわけですよ。で、北極なんかは本当にそうなんですけど、そういったところの風景、世界っていうのがですね、こんなのがあるんだというのを知るだけで本当に今まで地球って綺麗だなっていろんな場所で言い尽くされてると思いますけど、この本はそれをまたちょっと一つ世界を広げてくれる本じゃないかなと、まあ、写真集といいますか思います。以上です。